皆様に大事なお知らせがあります。なんとですね、1月18日から2月の上旬、急遽ですね、苗場スキー場とそれから神楽スキー場が、この2つのスキー場が営業を一時休止することに決定しました。非常に残念なお知らせです。ということなので、急遽苗場のナイターを滑りに行こうと思います。オーライ、やっぱ苗場プリーズってザ・リゾート大好きよね。ヤッホー、ロマンティック、ロマンティック苗場。やっぱね、私どちらかっていうとプリンス寄りなんでね、王子なんで、プリンス行きたいと思います。恋人たちのゲレンデ、苗場、恋人たちがおらんやないかい。今こういう状況です。動いてるのは2人乗りリフト1機のみですね。私たち家族入れて15人くらい、まあ、大体20人くらい。あまりに人が少なくてびっくりしました。それでは小鳥さん、ナイターデート、 Here we go。 まあね、葵さん、重大問題発覚です。ご飯食べるとこがどこもやってない。マジで、よう、小鳥、これボードだけ。ちょっと寂しいゲレンデですけれども、まあ楽しいですね。ね、We love skiing。 最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひ今日の苗場ナイター、惜しい。マイ Dude, that father is 10 men permed